球楽しんでますか、カモネギックス監督のシュウです。今日はちょっと短い動画になると思うんですけども、先日登録者数300を達成しました。これも、皆さんのおかげです。チームの皆さん、対戦相手の皆さん、今まで、取材してさせていただいたお店の皆さん、それから見てくださってる、チャンネル登録してくださってる皆さんのおかげで、300人達成することができましたし、ここまでやってくることができました。そうですね、200人を過ぎて300人まではやっぱりシーズンが始まって試合の動画っていうのが増えて、なかなか今までのようにグラブ紹介とかお店紹介とかはなかなかしてないんで、ちょっとペース的に増える、チャンネル者数増加のペースはちょっと落ちたかなとは思うんですけど、まあもともとこのチームの、なんというんですかね、チームの活動、試合を YouTube に残したいということで自分も始めたんで、まあ正直理想の形にだんだん近づいていってるなというふうに思います。まあ毎日投稿にするつもりは最初はなかったんですけど、試合についてとか、まあ今でもグラブについてとか、いろいろ本当に好きなことをやらせてもらってて、その中で見ていただいている方がこうやって毎回いるので、とても嬉しく思ってます。今後とも、まあ、400人、500人、1000人とかなるくらいのチャンネルになれたらなと思いますんで、よろしくお願いします。以前向こうずさんに参加した時に YouTuber さんの太郎あげあげさんとご一緒させてもらって、でちょっとお話しさせてもらったんですけど、本当に好きなことをやれてるっていうのは一番いいですよねっていう話をさせてもらって、まあ別に上手くもないですし野球経験もないですし なんですけど、まあ楽しい雰囲気というか、一生懸命、まあちょっと一生懸命に見えないシーンもあるかもしれないんですけど、毎週の草野球をこうして楽しんでるっていうのを自分たちでもまず楽しんで、それをこうして動画を通して見ていただけて、ちょっとでも笑っていただけたり、楽しんでいただけたり、こんなやつよりは上手くなろうとか、そういう風にモチベーションしてもらえれば、それでいいかなとは思いますんで、また今後ともいろんな動画を出していこうと思いますけども、まあ、その中、毎日出していく中で自分もどういったことをやったらいいのかっていう勉強にもなりますし、効率のいい作業の勉強にもなりますし、自分自身も楽しんで勉強して、今後とも YouTube 活動していきたいなと思ってます。今回の動画は以上です。チャンネル登録、 Twitter フォロー、ぜひよろしくお願いします。